とりあえず装備整えよう。ネトフレもさ、きっとさ、ちょっとやってみるか。あ、データ更新ね、さっきあったんだよね。あ、友達のデータ更新なんだ、これ。データ登録。まあ、いいや。見なかったことにしよう。HP 回復はしていません。まずは回復。代金はいらないよ。なんてこった。いいお店だった。魔法と回復と装備。魔法書。ケアル。待って、お金全然足りねえんだけど。目薬、暗黒、沈黙。テレポ、ああ、帰れるのか。500イールで何買う？お金くれなかったんだ、全然。海が腐ってしまってるんだって。やば。でもさ、ショートダガーの方がさ、2ヒットぐらいしそうだよね。ダガーね。あ、左ってそういう左か。バックラーは欲しいよな。大事に使えよ。ブロンズヘルム。魔法攻撃力が上がると、こういうのちょっと欲しくなっちゃうんだよね。どうする？いや、ブロンズヘルムしとくか。レザーアーマーは下がっちゃう。あ、一応、こっちは装備してるんだ。で、アニエスは麻の服なんだ。ティーズはなぜかもう、リネンキュラッサーを、装備してる。なんかいいのを装備してんじゃん。拳法器、回避率が上昇する。防御力。ちょっと、あれでもいいかな。アニエス拳法器にするかじゃ。HP が上がる。どっちがいいかな。まあ、わかんねえから、とりあえず装備だけ。あ、で、装備変更今あったな。ん？あ、おすすめ？じゃ、素で、バックラー、剣にしちゃうとあれか。バックラーが装備できなくなっちゃうのか。オッケー。バックラー、ブロンズヘルム、剣法器、ブロンズのコテ。オッケー。今見た目ちょっと、ちゃんと変わってたよね。ダメでした。やはり全滅だったか。すげえ、ノルエンデ村復興総督。ありがとうございます。ありがとうございます。ところで王様、エタルニアの軍団をこの国から追い払うことはできないのですか？ティズ、ほとほと困っておる。1週間ほど。すげえな、風の巫女を探しておるらしい。しかも我らに脅しまでかけてくるのだ。ガミネ、かくまで許さないと。南西の湖に引く手を手はず。民を人質に取られておる上、追い払うなどと。とても無理じゃ。カルディスラ国王陛下、風の巫女。ひえ、見つかった。なんと。広告軍については私。
いやしかし、待てよ、僕も行く。なんかもう戦闘な気がするんだよな。ノルエンデ村を覗いてみよう。え、アクセスなんかあったっけ。アニエス、私が何とかするってどういうこと。私があいつらを倒す。もちろんです。私一人で広告の空挺相手に互角に戦えるなとは。うん、まさかアニエス、ここか。あ、セーブあるじゃん。ノルエンデ村を復興しよう。復興の指示ができる。誰に対してを指示するんだろう。人口を増やそう。これ一人でできるかな。あ、一応一人にはなるのか。俺これやったことない気がするんだよな。だから時間かけていいから一人でずっとやっていくか。 OK、 2時間だろう。任せろ任せろ。今ちょっとね、これ自分の元々やってたデータを消して新しくやってんだけど、これ新しくもう一個ブレイブリーレッスン買ってさ、すれ違い登録、あの DS さあるからさ、すれ違い登録までやった方がさ人数増えるんじゃねえ。これ捕まっちゃえばいいのよ。空艇に乗せてもらえるでしょ。こいつ海を渡れるわよ。捕まったらおしまいだバカタレが。無茶だディズ。さようなら。さようなら。あ、ちょっとアニエス。そっちは墓地で行き止まりだけど、方向音痴かもしかして。どうしても行くって言うなら拒否します。そうだ、教えてあげない。拒否します。フェアリーは賛成。ではティズ。はい。ああ、ちょ、ワンちゃんこれすれ違い通信かけるかな。いや、ワンちゃんあるかな。昔さ働いてたところはさ、結構そういうゲーム系っていうのかな、ちょっと違うんだよな、普通のお店っていうか。だから人がね多く来るところだったからすれ違い通信結構あったんだよ。今全くないもんな。あ、やっぱ方向音痴だって。うん、南西の湖を知らない者が行くと必ず迷う。ゲームオーバーじゃないか。彼らだって鬼や悪魔ではないはずです。鬼や悪魔だと思うんだよな、多分な。ちょっとこっちの気になってるんだけどさ。ああ、墓地か。教会。いや、頑張ってね。じゃあ一日一回開いた方がいいな。お願いティズ、ね、友達の項目ってどこにあんの。あったわ。聖堂すっぴ。はい、今ちょっと友達登録したんですけど、ね、できました。あのランダムでなるかなと思ったんだけど、自分前の自分のデータと友達になるっていうさ、まさに自分だけでやるという奇跡のあれが起きましたね。で今見たらさ、多分威力クソ高かったから、なるべく使わないようにしようとは思います。これすれ違い通信か。バランス絶対崩れるわっていうレベルだった、威力が。ここでもさ、エンカウントすんのかな。しなさそうだよね。あ、するわ、ごめん、嘘ついた。したしたした。うわ、プリンかな。スライムなんだ。
やっぱ2ヒットになったよな。すっぴんのレベルがさ上がりそうなんだよな。うわ来たぞベアリングアウト、補給完了。うわ来たぞ正面から。やりひえ、いやー勝てっかな。こういう相手2人でしょ。ロンターの利休、よーし、へっへい、行くぜ。バトルアリーナ展開。普通だったらさ勝てる相手なんだよ。ベアリングアウト様参上。いや強かった気がするんだよ。普通に負けた気がするんだこれ。アスタリスク、バカ言ってんじゃないよベア。ハートに火がついちゃってるんだ。風の巫女心得ています。おう、エリー、なんだと。心を取る殴り合いは。騒ぐんじゃないよ。踏んづけてほしいのかい。さあ巫女のお嬢ディス、もう会うこともないでしょ。アニエス、まだ行っちゃダメだ。ねえあんたたち言ったはずだよ。かわ死なない程度に相手も。今まで散々手を煩わ安心しな。殺すアニエス。ディス、君は僕。お、いいね。まったく虫ズが走るんだよ。このデアリング、この、いや本当に力の差を見せつけられそうで怖いんだよな。これどうしますか。魔法使いを叩くのが鉄板かな。そう、せっかくだからブレイブしてみっか。あ、ブレイブじゃない、デフォースっか。エアロ、うーわ強っ。電気、物理攻撃力アップ。おーナイス、よけ。多分フレンド召喚するとね、あのね、一瞬で決着がつくという悲しいあれになるんだよな。ちょっとアニエス守っててもらうか。アニエスの HP が少ないんだよな。で、あ、そっか、やつはあいつがさ2回、こいつが多分さ絶対さ、そんな気したの今1回これ貯めて攻撃するタイプね、そんな感じだから、じゃあ この最中にホーリーを叩く。アビリティがないのが悲しい。ただ2ヒットになったからな。ナイスクリティカル、プロです。魔法が、あ、でも守備はなんかちょっとデフォルトで、あ、でも通常攻撃になったな。じゃあ毎回来るとは限らないか。割とアニエスが狙われてるな。うわぁ69はまずい。どうする、アイテム先に使う、ポーション使う、待って、多分これでアイテムでポーション使って殴るっていうことが多分できるから。で、ブレイブ、あー、どうしようかな。調べよう調べます。121万のまだ HP、 ようやく半分だよこれ。うーわー、よかった。とりあえず素早さ、あれか、アニエス回復した方がいいな。お前回復するのかよ。わーい、
でもあれだよな、多分フレンド、フレンド召喚も込みでの難易度な気はするな。いや怪しいね、これ回復が尽きるよね。いやあ、やばい、回復がない。よしよし、とりあえず行って倒したけどさ、これが何発受けれるかなんだよな。倒しきれないでしょ、多分。あ、間違えた。デフォートになっちゃった。だから、ティズで一回突っ込めばよかったんだな、これな。どうせ死ぬんだから。これアニエスに来ちゃうとまずいんだ。あ、よかった、ナイス受けた。そしたらティズがもうちょっと虫の息だから突っ込んでもらって、アニエスちょっとガード。あ、じゃあこのターン殴ってよかったな、ビッグラボン。このターンは、このターンはティズごめん、ごめんで、ティズ。うーわ、そしたら、いやー倒しきんないでしょこれ。これどっちがにもよるんだよな。アニーさん行っちゃった。でアイテムでフェニックスの、まずくない？向こうの方が早い？いやー、ほら強いんだよマジで。これ多分セーブしたところからね戻されるんだよ。ですよね。そうだからちょっと厄介なんだよね。ただ今さっき着いたところだから、アイテム整えて、いや強いんですよやっぱり。ポーションあればいける。あ、ポーション結構買えるな、あったわ。じゃちょっと一回カットしてきますね。おい、あのね、レベル上げようと思ってフラフラしてたら湖に隣接してしまいまして、戦闘が始まりました。だけどあの完全にもう相手の、連機待ちを、連機をまあ全部ブレイブデフォルトして、まあ、溜まったブレイブを解放していくっていう流れで、ダメージは手当て、手当て、ハイポーション得てる。でもポーションで回復しようって、でもポーション2回ぐらいしか使わなかったんだよね。文句、HP 物理攻撃力が高い、素手でも高い威力、電気攻撃力アップ、ラララララ6ヒットは強いな。転結7468、HP、S、HP、力、ナックル、杖、杖でもいいんだよな。
ね、すっぴんで行く方がいいのかさ、すっぴんは最後の方がいいのかさ。とりあえず手当ては覚えたんだよな、二人ともな。白魔同士、白魔同士回復だよな。あって、パソコン止まった。白魔法おすすめが得意、おすすめ武器は杖、プロです。自然治癒、白魔法、MPS 杖 S。 なるほどね。俺手当てもちょっと見たいんだよな。大丈夫大丈夫。いやー、一回守れなかったんだけど。私はこれは巫女に課せられ、でも、うん、使命のためなら、もし私一人あなたがいてくれて、ディズ一緒に、うん、急に出れた。何しろ君に言わせる。ディズ、問題はどうやって海を渡るか。エアリー、俺らを連れて飛べ。ねえ、エアリーはまた命案を思いついたわ。捕まるのがダメだ。普通だな、貸してもらえるし。あ、なるほど、奪うってことね。そうか。ですが、ひとまず町に戻って。うん。そっか、逃げたのか。ジョブの入手方法。エタルニア公国軍の幹部クラスはエスタリスクというジョブを司るアイテムを持っている。彼らを倒してそれを入手することでそのジョブを入手できるぞ。はい。コマンドアビリティ、自分で実行して効果発揮するもの。モンクのジョブコマンド対術にはコマンドアビリティ攻撃連機。サポートアビリティ、セットすると自動的に効果を発揮し続けるアビリティ。文句を例にすると HP10% アップ、格闘の心得。アビリティの組み合わせ、アビリティを組み合わせよう。現在のジョブ能力、他ジョブのジョブコマンド一つサポートアビリティ、サポートアビリティのコスト内でこれらを自由に組み合わせるのだ。あ、パラメータ変化もあって、ああすごいすごい、 MP 下がるな、結構下がるな。待って、それよりさ、待って、あ、ジョブは勝手に変わっちゃうから、装備どっちが変わるってさ、アビリティか。ジョブコマンド、あ、小回復するいいじゃん。体術、命中率は低い、強力な、命中率は低いか。ん？ジョブコマンドって何？ちゃんと調べなかったな。あ、攻撃が使えるってこと？で、なんもねえんだ今。とりあえず要はジョブコマンドにとりあえず体術だけ継続、固有コマンドにすっぴんがいるのか。 OK、 一回セーブして終わりましょうね。本当はレベル上げたかったんだよ。で、そう、レベル、ジョブレベルを2にした状態で挑みたかったんだけど、なんか意外と近くまで行ったら入っちゃったんだよね。あ、そうか、魔法書か。魔法書はパーティー一つに、ん？パーティー一つで大丈夫。アビリティはレベル制限がある。キアル買っとかなきゃいけないでしょ。でも高くなかった？これが多分白魔導士だよね。ポイゾナ、毒回復、プラナ。いや、キアルそれ、まず買っときできて。よし、あ、取得済み。お金で魔法が覚えられるいい世界だ。まあその分他のところは大変なんだろうけど。ゆっくり休みなさい。いいマスターだ。よし、じゃあ一旦終わろう。レベル上げたい気もするけどもな。ポーションがやっぱり序盤は優秀なのかな。
はい、じゃあ終わりましょう。お疲れ様です。さよなら。